皆さんこんにちは。バンコク在住のタケです。昨日日本語教師のための役立つ英語レッスンというのを開催しました。授業で使えるちょっとした英語を今日はシェアしたいと思います。参加者の質問に答える形式で行っていたため準不動なところがありますけれども、ご了承ください。まずは惜しいって何て言いますかという質問なんですけども、 close、 スペルは閉めるの close と書いて、発音は close、 近いという意味です。惜しいという意味で使います。あとは almost、 文章がもうちょっとで完成できそうっていう場合はほとんどという意味での almost。 今のところ大丈夫ですかというものは so far so good、 もうこれは決まり文句みたいなもんです。 so far、 今のところここまで so good、 大丈夫ですか so far so good。 オンラインですので聞こえるかどうか、 can you hear me? can you hear me? 聞こえますか？英語で言ってから日本語で伝えるようにしています。簡単でしょ？Easy, right? Easy, right? なんとかですよね、だよねっていうのは、なんとかなんとか right って使うとスムーズにいくと思います。例えば isn't it だとか don't you だとか、どれを使ったらいいかと悩むことがなくなるので、シンプルになんとかなんとか right でしょうね、ですよねと使ってみてください。生徒側に言わせたい場合に、あなたの番ですよ、 It's your turn、 Your turn だけでも OK ですね。 It's your turn。 褒める時のセリフは何ですか？ Good、 いいね、 Very good、 とてもいいね。ペンで綺麗な色で書いてくれた場合に、 Oh, beautiful color、 綺麗な色、 Perfect、 完璧、 Great、 いいね、Excellent、 素晴らしい。こんな言葉が褒めの時に使えると思います。 Exactly とかもそうですね。カメラがオンになってしまった場合に、 I can hear you but I cannot see you。 レッスンはどんな感じで進んでいるのか、英語をどんな風に使っているのかお伝えしていきます。例えばですね、復習を入る前に最初生徒と簡単なコミュニケーションを取ります。例えば、あ、髪型変えた、部屋変えた、何かライトを変えただとかっていう場合、 Did you change 何々。例えば Did you change your hairstyle? Did you change your room? とか Did you change like something? なんでしょうね、 The light behind you だとか、後ろの電気変えただとか、そんな感じで使えたり、あとはリボンをつけてたり、何かアクセサリーだとか、 Oh, it looks nice だとか、リボン So cute、 いいねとか、かわいいね、 Very colorful とか、 That's nice、 使えます。新しい文房具を見せてきた場合には、 Oh, how is that?どんな感じとか、よく聞き取れなかった場合は What's that? What's that? これはあれは何ですかという意味もあるんですけれども、今言ってくれた表現聞こえなかったのでもう一回言ってくれるというようなニュアンスで What's that? 本当? Really? 見せて Please show me 見せて Did you do that by yourself? 自分で作ったの?自分でやったの?ハンドメイドなものを見せてきてくれた場合に言ったりします。あとは話題で Do you have any pets? ペット飼ってますか?ペットいる?こんな表現はまた次の話題トピックになると思います。例えばハムスターを飼っている生徒がいました。In Japaneseハムスター、It's same、同じ。Hamster in Japanese、
ハムスターといって、ハムスターのイラストやレッスン教材を用意してきて、種を食べる、種を食べる、 eat seeds、 これを練習した後に Do you eat seeds sometimes? 種を食べますか、時々食べますか、というふうにちょっとおどけて、言ったりすると No, never! ないない、食べないよという感じで笑ったりします。 Do you eat some dog foods sometimes? ドッグフード時々食べるの、なんて、ありえない質問をすると笑ってコミュニケーションも弾むと思います。今までに練習した表現を復習する場合です。 Run In Japanese, do you remember? なんとかなんとか In Japanese, do you remember? 復習したい場合に使える表現です。お腹が空いている、お腹が空いた、 Hungry. How about now? 今はどう？ Are you hungry?お腹空いてますか？お腹空いてる？そんな感じで How about now? 今はどうですか？これも時々使う表現ですね。 Do you know this? Do you remember? Do you 何々? Do you understand? だとか、こんなのも使えると思いますね。逆の単語です。例えば Sweet In Japanese Do you remember? 覚えてる？ Exactly.甘い。Sweet in Japanese 甘い。例えばそれに opposite word 逆の単語として opposite これは反対なので bitter 苦い、甘いの逆として bitter in Japanese 苦い表情を作ったりしながらやるといいと思います。復習からスタートする場合、Let's start from the review. レビューから始める。いただきますの説明で、We often say like this before eating. We often say like this. というのもよく使います。After eating. だったら、ごちそうさまになります。続いて、週末の予定のトピックで、例えば、先日ロッククライミングにレッスンのあと行ってくると言った生徒がいまして、 What are you gonna do after this class? 質問はこんな感じでした。 What are you gonna do after this lesson or class? このクラスの後何をする予定ですか？ Going to が gonna と発音になります。 What are you gonna do? 次の週になってそのトピックから始めます。 Did you go rock climbing?Did you have a good time? Is it your first time? そんな感じで週末の予定を聞いて、次の週に話をして、その前にテキストを作っておくというのがあります。Have fun! 楽しんで！と言って、See you next week! また来週と言ったりします。ロッククライミングは怖いかどうか尋ねるに対して、多分 No 怖くないよと言ってくる、そんな予想も立ててテキストを作っておきますね。例えば Is it scary? 怖い？ No, it's not scary. 怖くないと言ったら、その時にスライドをスッとね出して、怖くないという表現を入れると、 How did you know?どうやってわかったの？とかね。That's exactly what I'm gonna say. とか、That's exactly what I wanted to say. 何度か同じようなレッスンをしていくと、他の生徒のコメントだとかが出てくるのがあるんで、それをスッと入れたりするとびっくりして、驚いて、笑ってくれたりもしますね。How did you read my mind? どうやって私の心を読んだの？とか、こんなリアクションを見るのも面白いです。その通りその通りって言えば That's right、あとは落ちる、
こんなことありますか？ Does it happen like this? Does it happen like this? こんなことある？とか、Have you ever seen like this before? 見たことある？今だったらクリスマスの Reindeer、トナカイ、見たことありますか？ Have you ever seen? 見たことある？あとは、ごちそうさまでした、いただきます。という練習の時に、Have you ever heard this before? 大体漫画とかアニメとかで見たり、聞いたり。している生徒がいますので Have you ever heard? 聞いたことある？これも時々使えますね。あとはどう思いますか？ What do you think about this? What do you think about this? これについてどう思いますか？どう思う？ Let's try! やってみよう！ Try it again! この単語の後にはますをつけて、この単語にはですとか、After this word, we're gonna add ます。After this word, we're gonna add this. 文を作ってもらいたい場合ですね。I'd like you to make a sentence with this word. I'd like you, あなたに、I'd like you to make a sentence. センテンスを作ってほしいです。With this word, この単語で。With this word.この単語で Just simple one 簡単なのでいいですよ。ヘルメットをかぶるっていう場合ですね。こんな単語が出てきた場合に How about when you ride a bicycle? 自転車に乗るときはどう？とか、あとは何か分かんないことが説明を聞いて、ああ分かった、 I got it、 分かったとか、向こうの提案にこうしたいんですけど。では、Sure, no problem. Go ahead. どうぞどうぞ。隣の部屋にぬいぐるみあるんで、取ってきていい？ Sure. Go ahead. 持ってきて。とか。はい。こんな感じで、何かやってみたい、してみたい、そんな見せたい、聞いてほしい、知ってもらいたい、そんな気持ちが出てきたらば、できる限りそれを拾ってレッスンにつなげて、で、また本筋に戻ってと。そんな感じで流れをうまく作っていくと、双方向のレッスンができるかなと思います。で、やってみましょう。やってみよう。Let's do that. こうなるかもしれないね。かもしれないねって場合は、It might be. It would be. It would be はだろうね。ちょっと日本語としては使わないですけども、まあ、かもしれないねとか、こうなるだろうねという感じで It might be, it would be 使います。ちょっと説明が早かった場合は OK, let me tell you one more time、 もう一度言うね。 OK, let me tell you one more time、 少し説明が早かった場合には使えると思います。今度は生徒側から尋ねてほしい場合ですね。 Please ask me、 PleaseAsk me. 私に尋ねてみて。Repeat after me. リピートしてください。One more time. もう一度。Again. もう一度。Can you say that again? Can you say that again? もう一度言って。Go on. Go on. 続けて。First, A and then B.どうしたの？ What's wrong? どうしたの？ What's wrong? It's weird. Weird ってなんか変な感じですね。Weird. カジュアルによく使いますね。It's weird. Looks weird. なんか変な感じ。Are you ready? 準備はいい？はい、どうぞっていうふうにチャットにポンとメッセージを送る場合、リンクを送る場合、Here you are. とか。ありえない。Impossible.Impossible. はい、他にもいっぱい表現はありますけれども、英語と日本語をできる限りペアセットにして、レッスンにつなげていくといいかなと思います。今日お伝えした表現は概要欄のリンクから飛びますので、よかったらコピペして使ってみてください。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。